写真拡大。セリーグ DeNA4 から3中日12回戦 DeNA7 勝5敗20日横浜今季初先発で希望の白星だ。DeNA 石田健大投手26が5回2安打1失点と好投し今季初勝利を挙げた。最高に嬉しいです。先発で勝ち投手のお立ち台と中継ぎでのお立ち台では気持ちが違います。やっとこういう形で立てました。中継ぎ登板と同じく立ち上がりからアクセル全開、1回にこの日最速の150キロを3度マークした。被安打は4回無失で平田に浴びた左越えへの7号ソロ、5回2失での同情の左翼線二塁打だけ。速球とチェンジアップを駆使しての78球で15のアウトのうち8つを三振で奪った。先発での勝利は昨年4月13日の中日戦以来463日ぶり。昨年まで2年連続開幕投手を務めた男が昨季は3勝に甘んじた。今季は3月上旬に左肘の違和感で離脱。5月1日の昇格後中継ぎで23試合に投げて0勝0敗8ホールド防御 1.82 の成績を残していた。募る先発マウンドへの思い。だが石田は大台の2年先輩で同じ中継ぎ陣の親しい三島にすら先発に復帰したい本音を口にしなかった。全ては中継ぎで結果を出してからリリーフで貢献を続けやっと手にしたチャンスをつかみ取った。 DeNA は2連勝で単独2位をキープ。7月4日の阪神戦以来12試合ぶりに勝率5割復帰を果たした。先発で投げてみてわかることがある。体力面や球などもっと磨かないといけないことがたくさんある。頼りになる先発左腕が帰ってきた。山口泰弘。